キチャンネル。こんにちは。さあ今日は、はい、袴田さんから、うん、大事なお話があるということで、はい、はい、皆さんにね、はい、そうですね、もう率直に、うん、初めに言わせてこういただくと、うん、今日をもちまして辞めさせていただこうと思います。まあ仕方ないですね。うん、これは佐藤さんももう話して納得していることですし、うんうんうん、スタッフの皆さんとももちろんお話をして相違で、うん、納得もしていただいたという形になります。でもちろんなんかそのなんだね、みんなの仲が悪くなったとか、うん、そういうのでもなく、うん、もう事件起こしたわけじゃない。そういうわけじゃない。そうそうそう、週刊誌に載るとかでもないから、はい、うん、でこれは本当に明るい、うん、その旅立ちというか、うん、と思っていただきたいなと、うん、本当に思ってます。やっぱやりたいこととかもできなくなってるからね。そうですね、うん、そうなんです。やっぱり、うん、本当にこう言うのもなんですけど、すごく忙しくなってきて、うんうん、でその、まあ、毎日投稿、うん、このチャンネルもしてるし、うん、 その中で、うん、そうそう、やっぱ撮影ってなると、うん、結構その費やす時間というのも多くて、うん、出てるところだけじゃないからね。そうなんです、やってる労力がね。はい、そうだね、うん、なのでこうでもすごく、うん、大事な時間というか、うん、今は、うん、やっぱりすごく大事にしてきたものでもあるし、うん、だからこそ続けてきたんですよ、うんうん、そのおかげでね、いろんなものもあったのもあったからね、うんうん、やってきたことが良かったしね、うん、はい、なのでまあ、それも本当に大事にしてきたし、すごくその大事にしたいっていう思いもあるんですけど、やっぱりこう他のことに費やす時間というのも欲しいなと、うん、全くないからね。そうですね、なかなか他のことに費やす時間がね、うんうん、やっぱその負担でした。いやもちろん、まあ、今佐藤さん全くないって言ってたんですけど、うん、もちろん作ろうと思えばある、うん、でもやっぱりそこに作れ、やっぱりこれにかけている時間ってすごく大きいじゃないですか、やっぱり、うんうんうん、なのでやっぱりこう変えていかないと、うん、ただ思うこともできない。簡単にやろうと思ったらもしかしたらできたかもしれないですけど、このチャンネルのポリシーというか、うん、1個のものをやっぱりみんなで時間かけて真剣に伝えると、うん、ただ適当にやってるわけじゃないから、うん、そこを考えるとできなくなる、うん、結構軽いノリで喋ったりはするじゃないですか、うん、でもやっぱりそう費やしてる時間とか、うん、その準備とか、普段こう資料とかもほぼほぼ置かないで撮ってますけど、うんうんうん、その前の準備とかやっぱり考えることっていうのはすごくあって、うんうんうん、ってなると、うん、やっぱり変えていかないといけないなというふうには思うところはやっぱり、うん、だからもうそれはもう決断だもんね、うん、やめるっていうのはね、はい、それはでもやっぱり一人のことではなくて、うん、佐藤さんともこう話して、うんうん、スタッフとも話して、うん、まあ、ちょっと青空今日いないですけど、はい、もちろん青空くんとも連絡はね、取ってみんなの相違で納得してのことというのは、うん、視聴者の皆さんにも分かっていただきたいなと、うんうん、まあ、シーズン終了とね、うん、同時ぐらいでね、はい、まあ、いつ言おうかなみたいなのがあったんですけど、うんうん、シーズン中だとね、はい、まだシーズン中だからね、うん、ですし、うん、いろんなね、なんか憶測が飛ぶのも嫌でしたしね、うんうん、そうですね、週刊誌に載るようなことはないですよ、それは絶対ない、それはないそうですね、だから今日こんだけこう明るくお伝えできてるのかなというのはやっぱりあるんですよね、うんうん、佐藤さんも納得した上ですもんね。それはもう仕方ない、納得した上で、うん、もうそれはもう続けられないね、うんうん、もうやめ時だね、うんうん、また戻ってくる可能性も佐藤さんありますよね。そうだね、まだ復活の可能性もあるからね、うん、そうですね、うん、だもう常時じゃなくなるっていうね、はい、そう、視聴者の皆さんがいいと思っていただけたら、また来年のシーズン春ぐらいかな、シーズン始まるぐらいから、あ、じゃあシーズンがこう終わったところでちょっとこう時間もできるし、うん、それと同時に、あ、じゃあ辞めるというよりはお休みって形でいいんですかね。まあ、そうしとく、あ、そうです
でも、そうか、やめます。だからただ見てる方がね、どう思われてるかっていうのも、うん、僕もちょっと気になるんで。そんな都合のいいことふざけんなと、スラムダンクみたいに一部完治って、二部いつ始まんねんちってね、ちょっとこっちからはそうしたいって言いにくい、ね、まあでもそう、なんか可能性の話をしてもあれなので、うん、やっぱりあのここははっきりと一旦、うん、あのやめさせていただこうと思います、うん、ただね、この時期になってしまったことはね、うん、本当に申し訳ない。でも精一杯やってきたからね、はい、そうですね、うん、そうですね、これはまあ私も決断しましたし、佐藤さんも決断したし、スタッフも決断ということで、うん、やめさせていただきます。はい、はい、ですよね佐藤さん。そうです、はい、はい、もうちょっと総チェック、今日でもう終わりです今シーズンはお疲れ様でした。頑張ってください。これ私あの今すっごい頑張って1ミリも嘘ついてないですか僕らは嘘ついてないですよその通りでしょ。そうそうそう、私主語を私に使わないように頑張ったんですよもう今年の総チェックはこれでもうおしまいです、はいはい、もう無理やね。それはね、うん、先生言ったように、うん、適当にやりゃできなくもないね、うんうん、そうですね、そのなんかもうスコアだけ追って、うん、やっでもそんな適当なことしてたら、うん、ずっとちゃんとやってきたのに、はい、ね、10個中9個本物持ってるのに、はい、1個偽物のブランド品持ってたら9個偽物やろって思われるやん。そうですね、うん、そう本当にそうです。一つのね、信頼したところでどんどん詰まっちゃいますから。しかももう労力高いね、うん、そうだね、もうめっちゃ、うん、もうだからもういろんなところで撮ってるからね、はい、だからもっとやりたいことありますよね、おはぎね、あのドラマの録画ちゃんと見たいねハードディスクにもうたまりにたまってね、うん、なかなか進まへんね、うん、で俺も一気見しようと思って、はい、途中からとか見てないから、はい、まだ1話から見てないやつもあって、うん、ドラマ、はい、今回の、うん、見たいね、見たいですよね、うん、見たいのに、うん、お前常に試合ばっかり見て、はい、撮るときそら、うん、名前間違えるよ集中力もないときあるもんしかもあの長尺でね、撮って夜中に、うん、もう今日撮らなきゃとかね、はい、一番地獄なの、うん、金曜日だから地獄だから、みんな地獄だから、みんな地獄、スタッフも地獄だから、ね、もう、うん、たまにベストナインのパーツだけ抜けたりしてるって言われるんで、言われるんですよ。さっさん、セ・リーグのファースト言ってないんですけど、そんなことあるみたいな。でもね、サトダシチャンネルを作る上でやっぱすごい大事なコンテンツ、そう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 、あれによってやっぱ12球団把握できてるのもあるし、うん、だってキー局のアナウンサーが、はい、もしくは地方のアナウンサーが中継するときに、うん、俺の総チェック見て事前準備するらしい。いや、私もしますもん、だって中継とか入るたびに、ね、うん、今回楽天戦中継するから佐藤さんなんて言ってるかなって聞き直したりとか、確かに確かに、うん、この3連戦聞こうとか、うん、しかも影響力もあるしね、そうなんですよ、うん、安田使えちったら安田使ってくれるしねちゃんと球団の方もやっぱ結構見てたりね、そう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 、ね、だから来年の春にはまだ始まんのよまあね、皆さんも見てくださる限りは、うん、お休みして、うん、そうそう、来年の春に。だから袴さんは嘘一つもついて、そうなんです、一瞬でどっかでね、私はって言った時に、あ、しゃべ、やべやべやべ、あ、ちょっと他のチャンネルバージョンで撮ってみました、なんかやめますバージョン、うん、そうですね、うん、そういう感じをこう、まあ、私がやめると思わせたい感じで撮ったんですけど、そうそうそう、だから今年はこのパターンね、今年ね、はい、毎年企画考えの、うん、毎年やめます企画考えの大変だから、はい、俺ら今までいろんなことやってきたからね、はい、謝罪会見みたいな一回あれやろうじゃん、これの後に、うん、これ出すじゃん、後に過去の、はい、やめます動画総集編、総集編嫌なこと投げ出したくなったら見てくださいみたいな、やめたくなったら見てくださいみたいなあれ去年何やりました？去年はなんか先生と赤丸さんが、うん、なんかもう付き合っちゃってる風のやつじゃなかった？そうです、確かにそんな感じで、うん、でその前は覚えてるんですよ、なんか私白いシャツ着てて、うん、で佐藤さんスーツで、うん、なんか2人で正座して謝罪会見みたいなここでねこれどけてね、このくだらないコンテンツもね、撮影したんですね。そう、これ、これが流れるともうシーズン終わりやなっていう風物詩だからね、うん、これだってもう、この多分企画
4、5回やってると思うんだよ、やってます、少なくでもね、うん、それを目くちら立てて怒っちゃダメなんですよ、はい、そうそうそう、あ、でもたまにいるんですよね、たまにいる、たまにいるんで、そうあれよ、ちゃうねん、そうよ、歴これも釣り動画かみたいなね、うん、ちゃうねん、ちゃんとした正式な動画やね、うん、はい、釣り動画ちゃうねん、そう、なんならもう視聴者の皆さんもあ、今年は何やるのかなって思ってほしいですよね、だからこれを何秒で気づけたからね、そうですね、あ、この、うん、あとこれを一緒になってコメント欄でバラさないで盛り上げれるかどうか勝負だから、確かに、でも優秀な人いるから、いますよ、うん、コメントでも乗っかってもらって、袴田さんお疲れ様でした、そう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 一番ダメなのは何秒にスキップみたいなやつねいるんですよ、8分あたりに飛べば結論みたいなそれはダメなんです、一番ダメ、ね、こう下の方にあれば、うん、まあまあいいんですけど、うん、楽しみですね、うん、皆さん気づいたかな、ね、うん、だからまあ、2024年、はい、総チェック終了の企画、はいはい、どうでしたかね、はい、まあ佐藤さん、でもこれも労力、佐藤さん一番ありますから、うん、はい、誰でもこっから面白いコンテンツ出しますよ、そうだよ、こっからだから、こっからシーズン終わったやん、はい、まだ俺の装置終わってないね、はい、あのクライマックスシリーズ日本シリーズ毎試合総チェック毎試合総チェック始まんねん、そうですよ、全然終わらないですよ、うん、まだまだ、うん、そうそう、まだまだ続くなんで、でもこのね、シーズンの総チェックをしまいます、はい、はいはい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、まあまあ見てください、はい、ありがとうございます